残念だが、それは無理だ。この家、メガドライブがあるから。は？それ、どんな理由？ここメガドラあんの？それはしょうがないわね。そこは納得なんだ。ユータや SG1000 やピースだって揃えてみせるから。だからうちに来なさいよ。はいはい、はい、ぜひ行きます。はあ、ダメだ、時間がない。スヤちゃん、スヤちゃんなの？何をしたお前。いや、念のため連れてきてた影武者をとっさに出してしまいまして。すやちゃん、どこ。おかえりなさい。逃げた。前の大会ではちょっと私より上だったかもしれにゃんけど、スピードは。この身、全員集まる前に準備を済ませておくぞ。私の登場無視するんじゃ。ああ、内村いたのか。じゃあな。次のコンバインドはスピードを含めた3種目の総合成績。よろしく。よろしくお願いします。お願いします。にゃん。ターメリックとチリパウダーを使い、玉ねぎを焦がしている以上白さを保つことができないはず。食べてみたい。チーズタッカルビ、聞いたことはある。食べてみたい。食べてみたい。あいつの元に帰らなくちゃ。待て。父上よ、誰の元へ帰るというのじゃ。それはもちろん妻の元にだよ。ダメよ、ヨウタ、行かせるな。サヤさん、サヤさん、サヤさん。なぜサヤさん。そこで隠れてるのが心に深い闇を抱えた私。死にた。やだ、お外怖い。なぜ旅をしているのか。心に深い闇を抱えた私、3人目。もう嫌です。ここにいる私全員死ねばいいのに。深い闇を抱えすぎでしょうに。今日は私が一番の。まさか。トイレで寝るな。今日は危険でした。でも早くしないと明日のトイレ時間がペナルティで10秒台に。どうしても守りたいものがある。この町と人々を守ることにそこまでの思いを。じゃあ餌を出すよ。使うとは聞いてたけど、こんなに大きなものを。これもユナが倒したの？やっぱ幹部はすごっ。情けない。我が輩が本当の虫というものを見せてやる。君の角、ファイいくつ？なんて？決めてモテモテ。なんでここにクソババアがいるんだよ。ラインハルトさん、お口に合いましたか？ああ、ありがとう。とても美味しかったよ。本当ですか。貴族のパーティーとかでもっといいものを食べてそうに思いますが。龍馬くん、君に一つだけ教えておくよ。高い料理が美味しいとは限らないんだ。貴族は貴族でいろんな苦労があるんだな。姉様見つけた。ちとせ巻いたと思ったのにな。まあまあそう言わずに風呂入ってすっきりすれば落ち着いて話もできるっすよ。サービスサービス。いいお風呂だったわね。また来ようね。そうね。それじゃあまたね。さようなら。ってなるか。ノリのいい子っすね。まあね。お前ら3人の能力は。私ヒイラギナナ、魔豪さんって素敵。え？ん？次。目覚めよ。磁力磁力。
人間、もしや、もしやこれは食べるの獣人だ、バカ者。でも、あの人たち、狭いからお散歩は許されてませんわ。じゃあ、お夕飯のリクエストは？できるわけないだろ、捕まってんだぞ。何ですかそれ、同じ液体なのに可愛くてずるい。一人じゃない、みんなと一緒。笑顔になってください、ヘモちゃん。イノ先輩。ねえイノッチ、一応言っておくけど、ここ屋外だからね。少年ママボスの計画通り、魔法統括協会からっていう偽の依頼を信じて魔女がなかなかと昔押収された小箱を持ってきてくれたぜ。魔女から小箱は奪えなかったが、魔女と間抜けなやつを入れ替えたらまんまと箱を開けてくれたぜ。元に戻してほしいんですけど。家なくなってるじゃない。っていうか家燃えちゃって姉様今どこに住んでるのよ。そりゃここだよ。え、ここって姉様今公園に住んでるの？住んでるよ。夜は意外と寒くて大変なんだよ。ちょっと中入ってみ、一応ガスと電気は来てるからさ。え、こんなところにガス来てるの？だけどこんなところにガス来てたって勝手に使っていいわけが。姫、弱点、弱点は？あれは姫様が6つで荒らせられた頃。え、私はスヤ姫ではない、ミラクルスーヤなのだ。スヤ姫は私が倒しておいた。キスがうまいんだって。キスがうまいと何なの？これでよし、準備万端ですね。あ、防具や武器を含めた全身洗浄サービスもありますから、どうぞご利用ください。メイリンさん、これ受けたいと思います。お客さんたくさん来て大変じゃない？そして店に戻ると、依頼受けてる場合じゃなかった。大変だ、手伝わなきゃ。大丈夫大丈夫、平均視聴率 3% よ。よっぽど視聴率が落ちてスポンサーが降りでもしない限り問題なんか。前回の視聴率が 0% だったのでお話があります。ネズミ層みんなで会社に来るように。私みたいに。なるほど、影武者になりに来たと。私はサッキュン、銀魔たちの中でもそう呼ばれてて。ふーん、その名前とも今日でさよならだね。え、なんで？君には最後に一流になるため最も大事なことを教えてあげる。やばい、本気だ、この姫本気だ。はじめまして、私たちが何か。大問題です。皆様の勤務記録を拝見しました。詰まるところ働きすぎです。え、皆さんには60日間強制的に休んでもらいます。大丈夫よ、バレなきゃいいんでしょ。少年ママ君たちも人間ミンチマークとか作れば。姫、これ。はいはいはい。なんて！